ごきげんよう、ガラクタやオルドです。というわけで、今回は、まあ、価格は明かせませんが、アストロスイッチケートを買いました。まあ、コズミックの蓋付きとか、あと、スーパーロケットとスーパードリルは持ってるっちゃ持ってるんですけど、まあ、いくつあってもどうせ転売するからいいよねっていう、どうせ転売するからっていう言い方もあれなんだけど、というわけで買ってきたんで、とりあえず、音声確認の方をしていきたいと思います。では。こいついつも動作が不安定だな。やっぱコズミック、蓋がなきゃね。蓋があるっていいな、やっぱ。だけ、とりあえず、まずは、フォーゼのアストロスイッチの方の紹介でした。ねえ。いやー、こいつどうしよう。転売目的で買ったのにさ、ずっと動作が不安定で、売るのどうしようかなっていう。まあ、フォーゼドライバーなんて大体こんなもんか。ね、とりあえず、蓋がないやつと取り替えて、で、蓋がないやつの方を売りに出そうかな。で、もう一つ、今回さ、多分、割と最近では、単体で高いやつを買ったかもしんない。こいつ。普通に1550円。普通に高い金出して買ったなっていう。なんか、我慢できなくってさ、無駄遣いを。なんか衝動買いを我慢できなくて、何でもいいから高いの買いたいなと思って、じゃあこれ持ってないから買うかっつって買ってきたんだよね。まあ買ったまんまだから電池詰めてないんだけど、電池詰めるか。起動、おう。いいな、やっぱ。うおー、マジか。いいな、これ。ビクトリーなんだ。
音声が。いいなやっぱミッションコンプリートって、なんなら単体の音声の方がいいかもしれないな。なんかゲーマードライバーに挿した時よりなんか劇中で使われてないから新鮮に感じてるだけかもしれないけど、今回ならなかった。いいなこれ。あれ？1550円払ったけど手に入れたっていう感慨深さはあるな。やっぱり前々から欲しかったし、あと欲しいのな、一応タドルレガシー買わないとな。他にも持ってないのも、持ってないやつの方が多いんだけど、
タドルレガシーは買わないとなって。でもいいな、やっぱ、デュアルベータ。というわけで今回はまあブックオフでいろいろ買ってきたっていうそういう話でした。ご視聴ありがとうございました。